さあ、来ました。ガンダムのスマホゲー。これね、タイトル読めないんだよね。日本語じゃないから。なんでタイトル読めないんで言わないっす。まあ、スマホゲームのね、ガンダム VS ゲーっていうのかな。早速、プレイしていきます。クシャトリアを使っていく。で、ガンダムのね、知識もそこまでないんでね、このゲームに関する。もう実況っぽいと言ってもできないんだけど、まあ、見たまんまを言うかな。で、エピオンとウィングゼロだね。エピオンとウィングゼロだね。ウィングゼロの勢力が二人とも出てきて。で、こっちが、クシャトリアと、あ、なんだっけな、シードのイージスガンダムだな。でね、この機体はね、楽だね。前にも紹介した通り、ハンデルをね、巻いて、で、相手の着地に合わせて、メガ粒子砲を当てていく。この特殊攻撃位置が強い。横にビーム出すやつね。あれが強いんだよね。あれを貼っておけば、これ、動いてる敵には刺さる。おっと、敵が変わってるぞ。あれなんだ、レジェンドか。おっとおっと、やばいやばいやばい。めっちゃ撃ってる。ファンネ系が強いね、このゲーム。なかなかかわせないんだよね。さて、そろそろ覚醒が溜まりそうなんで、覚醒技ブッパの準備をしておく。お、溜まった。もう撃っちゃうか。あ、なんか相手結構体力減ってたな。あれに撃ったのはちょっともったいなかった気がするが、落ち着いて冷静にガードして。おっと、トールギスとジオングが攻めている。ジオングを狙って、このね、射撃のね、隙を消す行動がいいですね。ファンネルばらまいた後にメイン射撃を打つとね、なんか隙が消えるんだよね。なんでかは知らんが、格闘を当てていく。おっと、後ろから、なんだあれ、読めねえな。ビルの裏に隠れて、なんかいるけど。多分あれってガンダムの名前、機体の名前だよね。全部漢字っていうね。なんかね、クシャトリアの機体名はね、なんとなく読めるんだよね。なんか当て字っぽくて。あれなんだ？アントセイ。サンドロックか、あれ。サンドロックがいる。お、ヒートショーテルで。まあ、こっちはジオングを狙っていこうかな。ジオングとサンドロック落としたらもう終わりだと思うんで。いて！あ！シャトリアが壊れちゃったんで、ホビルに出していく。このゲームね、機体がね、まあ、たくさんあるんだけど、ガチャなんだよね、残念ながら。なんかガチャでね、当てないと使えないっていうね。おっと、うまい。うわ、覚醒返し。さあ、とどめまで当てていく。お、決まりましたね。覚醒返しじゃなく単純にカウンターで覚醒技当てたんだけど。このゲームなんかね、覚醒技ぶっぱすると大体当たるんだよね。困ったらもう連打してるね、覚醒ボタン。さあ、次行きましょう。さあ次の相手は、お、相手もクシャトリアがいる。クシャトリアと、あとなんだ、悪界か。あ、あれプレイヤーネームか。プレイヤーネームだった。おっと、あれ痛いんだよな、本当に。あのビーム、こっちも当てていく。やばい、メガ粒子を撃ってきた。いいね。おっと、危ない。よーし。メガ粒子を当てて。赤い、後ろから。これ当てれるね。当てていく。やべ、クシャトリアの。うわ、ちょっとこれめっちゃ痛いんだけど。いや、どうしよう。もう592か。このな、なんかね、攻撃力とかもね、機体レベルによって全然違うからね。なんだ、いくら。おお、危ない。やばいやばい。おお。ちょっと待って、覚醒も使わなきゃダメだな。使っていこう。覚醒技を、この辺か？入れていく。入ったかな？入ったっぽいね。結構減ってるね。さあ、サクッとやられて、フォービドゥンガンダムも出していく。フォービドゥンガンダムね、なんとか星を2つまで育てることができたんでね。まあまあ、使えなくもないかなっていう。このゲームね、クシャトリアと多分初代のガンダム、あと、ストライクガンダムはね、星3個まではね、適当にやっててもね、行くようになってるっぽいんだよね。
ね、星3がね、本当に強い。星3の機体がいたせい、いるせいでね、星1とか2のね、なんか他の機体全然使えないんだよな。おっと、射撃戦していく。エールストライク。で、向こうのゲージがもう2つしかないんで、エールストライクともう1匹落としたら終わりかな。やばい、覚醒ガードしていく。危ない。あれ食らってたらもうやられたかもしれないね。よし、なんとこのサブ攻撃当てていく。死にたいな。ガード覚醒して、覚醒技を当てていく。いいね、この覚醒技ブッパ。もう死ぬ。グフグフに射撃を丁寧に当てて、ガンダムガードして、さあ格闘当てていく。格闘コンボ。おっと、グフからマシンガンもらって落ちていく。次出すのガンダムね。初代で。あー、これはあれだな。もっと覚醒技当ててるし。よし、こんなのショルダーアタックが。ビームサーベルを入れていく。あ、あっち狙った方がいいな。あれも狙うか。うわ、ガンダム見て。よし、隙だらけのガンダムに、ブーストカット当てて、買っていく。結構グダグダな試合だったけどね。まあ、こんなもんだよね。はい、次。お、味方にダブルゼータがいるね。あの、メガ流症ね、強いよね、ダブルゼータ。このゲームのダブルゼータよくわかんないけど。相手はガンダム。普通の初代が近づいてきてるぞ。あれ、格闘を狙いたいのか。めっちゃ近づいてきてんだけど。おっと、やっぱり格闘だ。もう一人はエールストライクか。よし、丁寧に射撃当てて、もう一匹も後ろから当てていく。弾が多いね、このキャラ。めっちゃビーム打てるんだけど。やばい、もっと危ない。よし、こいつ格闘だ。格闘を、格闘コンボを当てていく。いいね、ビーム。ファンネルか、ファンネル出しとくか。ファンネル使えるときはね、もうバカバカ、もう使いまくっていいっすね。回転率も早いし。やばい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 。おっと、もうなんか知んないけど、助かったぞ。やばい。ガードして、格闘を入れていく。あ、味方もクシャトリアだし。危ない危ない。エールストライク。いや、覚醒して、当てていく。おっと、ガードしてるぞ。うまい。覚醒技ガードされたら結構痛いな。よし。ファンネル巻くか。この横ファンネルめっちゃ強いな。すげえ刺さるな。おいで。あ、クシャトリア無傷じゃん。よいしょ。射撃をじっくりと入れていこうではないか。どっちだ、相手まだ3つか。お、待ってよ。敵のクシャトリアの隠し技、味方に当たったぞ。大丈夫か。味方、あ、まだ全然大丈夫だな。よし、カット当てて、倒していく。うわ、これ来たよ。メガ粒子を食らって、もうライフ1000しかないよ。トールギス。トールギス2、カット当てに行く。うわ、覚醒溜まった。よし。ドイツに行こう。こいつでいいか。ちょっと待って。あいつだな。エクシアに覚醒技。ほな、ちょっと待って。あいつも覚醒したか。覚醒技の途中で抜けられるのが結構痛いな。よし、あとあいつを落として、着地するぞ。あいつここ、えい、特殊当てて、特殊1か、特殊1射撃で当てていく。はあ、そんな感じだ。ホビルガンダムな、星3つにはしたいな。はい、そんな感じでね、たまーにこのゲームやってるんで、よろしくお願いします。なんかね、今、このアリーナってやつやっててね、どんどんなんかレベル上がってくんだよね。もうレベル上がったらなんかアイテムいろいろもらえるんだけど、まあよくわかんないよね。
Thank you.